ってくれたんですよね。はい、そうなんですよ、はい、実はですね、福岡に日本一の女子ゴルファーがいるという噂を聞きまして、その方に会いに行ってきました。九州のアマチュアゴルフ界の次のスターに密着です。今日私は日本一の女子ゴルファーに会いにやってきました。その場所はこちら、福岡市にあります多々良中学校です。この春中学校に入学したばかり、身長わずか147センチの彼女こそが日本一の女子ゴルファー種田香奈さん13歳。実は香奈さん、小学校6年生だった去年、第1回全国小学生ゴルフ大会で初代チャンピオンに輝いた日本一の女子ゴルファーなんです。ゴルフを始めたきっかけを教えてください。きっかけは1年生の頃におじいちゃんがゴルフクラブのセットを買ってくれたんですよ。嬉しくてたまらなくて、すぐに友達にこうみんなに話して、なんかカナが日本一になったとか、そういうことを言ってくれました。普段はまだあどけなさの残る中学1年生。しかしクラブを握るとご覧の通り、その表情は一変します。小学校2年生から渋田正人プロの指導を受け、ベストスコアはなんと71、230ヤードを誇るドライバーショットに思わず、すごい、スーパー中学生として周囲の注目を集める彼女。しかし大好きなパターが決まるとこの通り、ゴルフが大好きな中学1年生なんです。そんな種田選手、今日は1年に1回の楽しみ、福岡で行われる女子プロツアーの観戦です。間近で見るプロのスイングに、いや、なんかすごい、全然テレビと違う。夢はもちろんプロゴルファー。ちょうど1年前のこの大会で憧れの上田桃子プロから直接レッスンを受けて以来、その思いは膨らむばかり。実はその上田プロのサイン入りキャップをかぶって、全国大会の初代チャンピオンに輝いたんです。上田桃子プロのなんか力が伝わりそうだなとか思ってたんですよ。ちなみに今回もかぶりますか？はい、かぶります。そんな種田選手のゴルフ友達の一人が大会最年少のこの選手。種田香奈さんとはどういう話をしてますか？ゴルフのこととか学校のこととかいろいろ話してます。こちらが今大会最年少の11歳、秋山麻鈴選手。ところでどこか見覚えありませんか？そう、彼女のお父さんは現役時代西武、そしてダイエーで活躍し、現在は福岡ソフトバンクホークスでチーフコーチを務める秋山浩二さん。お父さんの2000本安打達成の時に花束を渡したこの女の子こそが麻鈴さんなんです。プロ野球の世界で活躍するお父さんとはなかなか一緒に遊べなかったという麻鈴さん。ゴルフを始めたきっかけは、お父さんの大好きなゴルフをやれば一緒に遊べると考えたから。それからメキメキと力をつけ、現在ベストスコアは74。数々の大会で優勝を飾るほどのゴルファーに成長しましたが、やっぱり気になるのはお父さんの反応のようです。よかったなとか頑張れよとか、いろいろその日によって違います。女子ゴルフ界の新世代、この2人が旋風を巻き起こします。将来は世界で活躍するプロゴルファーになりたいです。男子の試合とかにも出てもこう結構上位に食い込める強い選手になりたいです。
大会初日です。いよいよこれから種田選手が1番ホールのティーグラウンドに向かいます。出だしの1番から持ち前の攻めのゴルフを見せる種田選手。このパットは惜しくもバーディーはなりませんでしたが、強気な姿勢は崩しません。渋田コーチ、そして父宗男さんが見守る中、前半7番までは2オーバーと好位置をキープ。しかし得意のパターが決まりません。結局初日は最後までパットに苦しみ、首位と17打差でなんとか予選を通過。2日目は雰囲気にも慣れ、初日より順位を上げた種田選手、初出場の九州女子アマは74位タイとほろ苦い結果に終わりました。やっぱり一打一打こう自分の理想のように打てて、試合とかにも結構上位に食い込める選手になりたいです。一方の秋山選手、連続ボギーと苦しいスタートでしたが、前半上がり2ホールは連続パーでまとめる堅実なゴルフ。初日は17オーバーの76位タイで予選を通過します。2日目は後半1番から7ホール連続でパーをセーブするなど、少しずつ本来の実力を発揮。61位タイで終わったこの大会でしたが、来年への課題も見つかったようです。アプローチとかパターとか全部いろいろ勉強になりました。昨日よりはマシだったけど、まだいけそうだと思った。まあ、出口さんも驚きと感動の連続みたいでしたね。そうですね、まあ、一番ですね、種田選手を取材していて印象的だったのがですね、1日目終わった後のインタビューで種田選手の目にうっすらと涙が浮かんでいたんですね。で、まあ、初めてその大人に混じっての大会に参加して、まあ、いろんなプレッシャーの中で、まあ、思うようになかなかプレーができなくって、すごくまあ悔し涙だったと思うんですけれども、私はそれにですね、やはり負けん気の強さを感じまして、本当にこれからどう成長していくのか楽しみだなと思いました。種田選手とは同じ練習場で時々顔を合わせられるということで。あ、そうですね、はいはい、どういう選手になりそうですか。いや、今インタビューの中にもあったんですけれども、うん、男子の競技にも出て、うん、頑張りたいと、はい、いや、もう夢は大きいですね。素質そのものは見てていかがですか。あ、もう十分あると思いますよ、うん。あとは秋山ね、マリンさんのね、お父さんとひょっとしたらゴルフで一緒だったら遊べるかもわからないと思って始めたのがここまでっていうのもね、すごいですね、出口さんね。そうですね、まあ、ゴルフってね、大人も子供も楽しめますからね。まあ、本当に佐藤さん、今小学生の段階からゴルフに本格的に取り組む選手が増えるなど、ゴルフ人口の底辺の広がりを見せてる、これはいいことですね。そうですね、はい。こう小学生なんかに何か一つアドバイスを今するとすると、そうですね、まだ幼い小さい子のうちはまず飛距離を伸ばすことを、はいはい、重点的に練習していただきたいですね、はい。ここまで出口アナウンサー、ありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルなどは決勝ラウンドの模様をお送りいたします。